誕生日プレゼントそれぞれ色が出るね。双子ちゃん寝る。乾杯ちょっと待って。ちょっと待ってね。はい、誕生日おめでとうございます。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 はい、よかったね。美味しいね。ちょっと特別感はあるかな。美味しい。今日豪華だよ。豪華だよ。ちょっとごめんね、容器ちょうどいいのがなくて、なんとも言えない感じだ。いや正直さ、綺麗に準備するのもできるけどさ、バタバタです。バタバタですよ。みたいな。ホットケーキちょっと待ってください。ビスケット食べててください。もう栄養のバランス度外視ですから。栄養のバランスめちゃくちゃですから今日は。とりあえず好きそうなものがひたすら出てくるってだけですから。珍しい、体こっちに向けてずっと見ながら食べて。スプーン使って。スプーン、スプーンかフォークか。そうそう、それスプーン。えらいじゃん。えらいえらい。違う。何くるビスケット食べる。あっちか。いいよいいよ。じゃあもう好きに食べていいよ。嬉しそうな顔してるな。ビスケットも食べてる。生クリーム初めてだもんね。美味しいね。あれ甘いよ。塗ってもらえない。ヨーグルトと思ってんのか。ちょっとクリーム舐めてみる。あんたちょっとしか食べてないじゃん。あ、すごい理解したらしい。生クリーム。あ、ちゃっかりしてんな。どんどん塗ってもらおうとしてる。一回それ食べて。ね、あんまり塗りすぎちゃう。うん。一応ね。舐めないの、食べてよ一緒に。甘さ控えめでは作ってはいるけど。普段より甘いからね。赤ちゃんもちゃっかりしてんね。ちゃっかりしてるよね、本当。ちゃっかりしっかりしてる。それがおかしい。生クリームしか食べてないよ。ダメだよ。あ、すげえ。やっぱり生クリームしか舐めてない。うんうん、ビスケット使ってあれかな。また塗ってもらおうとしてる。クリーム大好きだね、あっち。こんな汚れやすい目なら全然汚れてない。こんな聞けるくせになる。ほんとダメだよ。ちょっと満足してる感じするよね。うん、なんかさ、美味しかったり楽しかったりするとさ、汚さないんだよ。
いや、はい。こちらのお客様からです。優しいね。ね、こういう時ありがとうって言うんだよ。さっき言ったんだよ。ポテトを拾ってきた。え普段見ないぐらい体を沈み込ませてポテトを開くっていう。はいはい、何ですか。もういらないかな。食べる。ありがとうって。大体これなんかさ、中身よりも包装紙の方が楽しんでたりするね。なんだろうね。何でもらったの？竹田城。はいはい。何竹田城？違う違う。うちわがこいつら、子供たち好きだから。それ見たことあるよ。駅でもらったのは1個じゃなくて、もう1個ちょうだいして。いいね、このサイズ感。その方がいいだろうと思ってさ。サイズ感いいけどさ、こっちは斜めに上すぎるだろ。そうそうそう。いや、まさか駅でもらったものが誕生日プレゼントに入ってて思わないでしょ。入れたくはないけども、ないんだよ、このちっちゃなうちわが。いや、すごいちょうどいいじゃん。サイズ感、いや、わかるわかるわかる。鳥も味がいいじゃん、こっちの方が。わかるわかる。あ、はいはいはい、こっちに入ってる。こっちある、こっちある。こっちは入ってるよ。こっちあるよ、こっち。あー、どうなのかな、海苔よかったね。いやいやいや、味付けなんだって。食べ物にしたんだよ、この時は。よかったね。ディズニーのあれよりもさ、こっちの方が面白いって思う。すごい泣いてるよ。すごい泣いてる、ほら。なんだろうね、ちょっと見てみ、これ。東京行ってきてるんだから。お、すごいメダルだ。ずっしりしてます。え、なに？何もしてないのメダルもらう気持ち。そうそう。いやー、優勝すごいね。ダメだよ、何もしてないんだからもらっちゃう。いいねー。何の優勝だ。何のメダルだ。光っちゃった。しっかり元気に病気しなかったそうだね。ほら。あ、いい。出てくるね。すごいね。ちょっと左右ちょっと違うかもわかんないから。お互いにあれして。出せたりとも食べるもんね。あれ、同じのじゃないかな。多分。楽しいね。一緒に分けてね。うん。あれして、そこ置いといて、小出しにして食べればいいじゃん。誕生日プレゼントそれぞれ色が出るね。うん。あ、すごい。お、ミラクルも出てきたよ。すごいすごい。あ、ふりかけも出てきちゃった、長谷。すごいね。ひOh, she humbled us.